どうも、たかひろ GT です。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、Z900RS 用のマフラーをね購入しましたので、その取り付けの方をやっていきたいと思います。はい、これはね、K ファクトリーのフルエキゾーストマフラーですね。しかも車検対応です。はい、でね、今ね開封してますけどね、まあ、かなりの新聞紙が入ってましたね。まあ、そうやって保護されてるというかね、うん。で、これはですね、まあ、2つに分かれてるタイプですね。うん、なんで、まあ、こうやってコンパクトに入ってますけど、で、これね、軽枠ってね、ステッカーとか、まあ、細かい部品が入ってまして、で、この書類がね、まあ、車検の時に必要な書類ですね。うん、で、あと、この茶封筒は、説明書が入ってました。で、これがね、まあ、フロントのエキゾーストの部分ですけどね。まあ、丸くなってて、なんていうかね、手曲げのような仕上がりになってますね。これはね、まあ、手曲げのような機械曲げですかね。まあ、そういう特殊な技術で作られてるそうですけど、で今触ってる部分が触媒のあたりかな。うん。で、このマフラーのいいところって、サブチャンバーみたいなのがついてないんですよね。車検対応にもかかわらずね。その辺がいいかなと思いましたね。まあ、このマフラーを買った理由でもあるんですけどね。はい、それではね、取り付けの方をやっていきたいと思います。まずはね、ノーマルマフラーを外していきます。で、最初にね、ここのナットを外していきます。ここはそんなに硬くないので大丈夫だと思います。はい、で、このマフラーね、スリップオンになってるんで、で今から外すとこね、うん、外さなくてもいいんですけどね。僕ね、一人で作業するんで、まあ、その、マフラーを外すときね、うん、少しでも軽くなった方が作業しやすいんでね、取り外しました。はい。まあ、簡単なんでね、ここを緩めて、ね、すっぽり抜けるだけなんでね、うん。僕は外して作業やった方が楽だと思います。まあ、スリップオンの場合はね、ここの交換だけでいいんですからね。うん、で、あとフロント側を外していくんですけど、まずね、O2 センサーを外していきます。まあ、ここがね、まあ、硬いって言われてますからね。僕はこの556をちょっと振りかけて、ちょっと時間を置いてね、緩めましたけど、それほどでもなかったですね。うん、まだバイクが新しかったのかな。そういうこともあって、まあ割と簡単に外せました。はい。で、次にね、外すネジが一番の難所って言われてるところですね。6ミリの、まあ、六角レンチで外すところなんですけど、結構奥張ったところにあってね、しかも硬いってことで、うん、皆さん苦労されるんですけどね。まあ僕の場合はこうやって、なんとか取りましたけど、まあ長めのね、六角レンチ入れて。でもね、それほどでもなかったですね。うん。割と簡単に外せました。はい。で、ここはね、まあ、全部外すんじゃなくてね、とりあえず、まあ、ある程度まで、緩めます。はい。で、次にね、フロントの、まあ、液パイ部分をね、外していきますけど、ここもね、そんなに硬くなかったですね。うん、まあ、簡単に外せますけど、まあ、排気量が4気筒なんでね、まあ、この辺はちょっとね、排気量が増えるとめんどくさくなってきますけどね。うん、で、このね、ナットはまた再利用しますんで、はい。で、そこをネジを全部取ったら、今度はね、先ほど緩めておいたネジを外します。で、外すときね、マフラーがガタンって落ちますんでね、僕はその木の台を下に置きました。で、引っ張ってガタンって落ちますからね、うん。で、僕の場合はセンタースタンドがあるんで、ちょっと邪魔でしたね。うん、まあ、ついてても大丈夫でしたけど、はい。てな感じでね、外れましたけどね、まあ、結構でかいですね。特にこの弁当箱って言われてるとこね、うん、はい。
ちょっと保管場所に悩みましたけどね。でまあこんな感じになってるんですけどね、このね銅色のガスケットを外します。まあ千枚通しみたいなやつでね、で、また新たにガスケットを買ってきましたんで、それを取り付けて、で液体ガスケットもね、塗って取り付けました。残念ながらね、そこの作業の動画が撮れてなかったんで、まあでも簡単ですからね、それではね、取り付けの方をいよいよやっていきますけどね、アルミのフランチが付属してるんですけどね、まあ、それをマスキングテープで、まあ、仮止めして今ね取り付けの方やってますけどね。でこのバイクね4気筒なんでね、まあね、まあそれをね入れてくっていうのはね、まあ、まあ楽ではなかったですけどね、まあ、この辺はねスタリでやった方が本当はいいんですけどね、まあ、落ち着いてやれば一人でもできますんで、で取り付け完了したらね必ずマスキングテープは取るようにね、で僕の場合ね一箇所だけ外し忘れがあって、それが燃えちゃいましたね。でなんとかね4箇所フランジが入りましたらね、今度はこのね純正のナットで、仮止めしていきます。はい、まず仮止めっすね、全体的につけたら本締めしていきますけど、はい、で続いてね、テールパイプを取り付けていきます。まあねこうやってセンタースタンドを通すような感じでね、取り付けていきますけど、まあ、センタースタンドねそれほど邪魔ではなかったです。はい、でここねステーで止めていくんですけど、ここのステーね別売りでアップとかダウンにできるステーがね別売りであるんで、ただね結構ね高いんですよね。5000円ぐらいするんですよね。なんで僕はまあこの標準でいいかなっていう感じですけどね、はい、でまあなんとなくね、仮で取り付けが完了した感じですかね、でこのね O2 センサーを落としていきます。これね忘れずにね、なんか聞いた話なんですけど、これをなんか取り付け忘れてなんか電源入れちゃうとなんかまずいことが起きるらしいんでね、なんかプラザ行かないと直せないらしいようなことを聞いたんでね、まあ、必ず忘れずにってことで、はい、でいよいよねここね本締めしていきますけど、でここねサービスマニュアルだとまあ20ニュートンメーターかな、でね説明書にはねここトルク書いてなかったんで、まあその20ニュートンメーターで締めていきました。吉村のマフラーだとなんか15ニュートンメーターらしいですけどね、まあ、僕はノーマルと一緒にしました。はい、ここはね必ずトルクレンチは使った方がいいと思います。はい、まあ、他はちょっとね分かんなかったんで、まあ、使わなかったですけどね、ステーの部分とかね、で本締めが終わりましたらいよいよ取り付け完了って感じですけどね。でこのバネをね取り付けるんですけどね、ここは動画で撮らなかったんですけど結構苦労しましたね。硬くて専用の工具持ってなかったんでね、でいよいよエンジンをかけてみます。
枕変えましたってことでいかがでしょうか。なかなかかっこいいですよね。ではね、エンジンかけてみたいと思います。はい、まあアイドリング音ですけどね、ひょっとしたらノーマルより静かじゃないかなってちょっと思ってます。うん、意外に静かですね。はい、どうしようかな、ちょっと吹かします。ちょっとバックファイヤーしますね。うん、まだつけてそんなに走ってないんでね、まだ音がそんなに変わんないけど、ちょこっとね鉄管っぽい音はするようになってきたかな。ちょっと軽い音っていうかね、もう一回吹かします。はい、どうでしょうか。はい、まあこんな感じです。まあなかなかいいじゃないですか。まあ僕はこのぐらいでいいです。うん、はい、てな感じですか。はい、あとは走行している動画をご覧ください。はい、もうこの枕を変えて、200キロぐらい走ってきましたけどね。うん、音的なことはそんなに差はないですね。やっぱ車検対応かなっていう感じしますけど、でもね、乗ってて心地いいですねこの枕。あんまりそういう二次エア的なこともあんまりないし、中低速俺乗りやすい気がするんだけど、こっちのは。うん、回すけどね、もっとこう回転回せばいい音はすると思いますんで、ただ今ご覧の状況なので勘弁してください。まあ、その辺はね、今後の僕の走行動画の中で見れるとは思いますんで、よろしくお願いしますということで、はい、いやでもね乗りやすい、本当にそれ意外だった。ちょっともっとね、その中低速その辺はなくなると思ってたんで、乗りづらくなるのかなと思ったんですけど、いやいや乗りやすいっす。音もね、下手したらノーマルより静かじゃないかな。特にね、アイドリングとかその辺は助かってます、非常に。なんでいいっすよ。はい、これサブチャンついてないんですけどね。はい、今加速してくれますね、ちょうど加速しますけど、あんまりだな。またパタパタすげえ音がするけど、なんだなんだ